川最大の支流であるジャムナー川とも呼ばれる。インド北部、ウッタラーカンド州のヤムノートリーを水源とし、デリー、ハリアーナー州及びウッタルプラデーシュ州を流れ、アラーハーバードのトリベニーサンガムと呼ばれる地点で、ガンジス川に合流する。流域には、デリー、マトゥラー及びアーグラーといった都市がある。ヤムナー川の主な支流としては、トーンス川、 チャンバル川、ベートアー川、ケーン川があり、このうち、トーンス川が最大の支流となっている。シルの略称で知られる重要貨物運河が上流部から西側に向けて建設されている。古くからの交易路として、また山岳路であるパンジャーブ州を通過し、サトレジ・インダスの両流域を通行可能な運河でつなぐことになる。 これが完成すれば、インドア大陸東海岸に流れ込むガンジス川の流域から、パキスタン経由で、西海岸とつながる。これによって、輸送距離の大々的な短縮を果たし、インド北部、中部の巨大人口にとって、重要な商業上のつながりを形成することとなる。インド北部における、地殻変動によって、川の流れが東に変化し、ガンジス川の支流となった。 ヤムナー川の女神は、インド神話における、太陽神スーリアとサンジュナーの子で、死者の国の大山の妹であるヤミーとされている。ヤムナー川は、インド神話の英雄、クリシュナの信仰とも関係がある。ヤムナー川は、アジア像の分布域の端部となっている。ヒマラヤ山脈西方 900km とその丘では、ヤムナー川より西では、 像が確認されていない。ヤムナー川の下流域は、像の移動にとって、理想的な通路を提供している。主な樹木は、サラソウジュ、アカシア及びローズウッドであり、この他シワリク山脈には、チル松の森が分布している。ヤムナー川は、世界で最も汚れている川の一つとされている。特に首都ニューデリー周辺では、 排泄物の57%が流入していることもあり、深刻な状況になっている。このため、何度も浄化が試みられたが、それらの努力がとろうであることを証明するに止まっている。インド政府も5億ドル近くを投じてヤムナー川の浄化を図ったが、多くの生活排水処理施設が資金不足や故障に見舞われ、生活ゴミによる汚染は拡大を続けている。さらに、 年間のうち9ヶ月にわたって川の水が停滞し続けているため、この状態が長く続く状態になっている。デリート試験は1日あたり32億9600万リットルもの生活排水を川に流していることから、インド政府は5カ年計画で処理施設の再建、または修理し、川に流す計画を準備している。この他ヤムナー川の汚染に対しては、 政府の環境森林省国家保全課選局が1993年から行っているヤムナー川アクションプランにより環境森林省がハリアーナー州の12の町とウタルプラデーシュ州の8つの町そしてデリーを対象に浄化の取り組みを行っている国際協力銀行はこのアクションプランに対し 21カ所のうち15カ所の取り組みについて177億7300万円の長期低金利貸し付けを行う形で参加している。このインド政府による下水処理施設の改修計画は2010年までに川の水質を90%にまで改善することを予定している。ありがとうございます。